皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、このケージの中に毛布とかね、あったかい素材を入れた時にこれをね、おもちゃにするんです。これについてね、今日はお話しさせてもらおうかなと思います。はい、特にこの今撮影してるね、時が、12月です。12月なんでもう結構ね、寒くなってきてるんですよ。そうなってくるとね、お家の中をちょっとね、あったかくしてあげようと思ってこう、あったかいものを入れてあげるって言うんだけれども、入れた瞬間にこれおもちゃにしちゃうってよくある話なんですよね。で、この時に見直さなきゃいけないっていうポイントがあるので、それについて今日お話させていただきますね。じゃあ本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram もさせてもらってます。ブログは僕の思いをお話しさせてもらったりだとか、 Instagram に関してはここへ行こうっていう僕のお店です。お店の様子をアップさせてもらってます。下に概要欄あります。よかったらそこからチェックしてもらえたらと思います。じゃあ早速ね、そのね、こう入れた瞬間にこうぐちゃぐちゃしちゃうってことですけども、これ YouTube でね、コメントいただきました。ちょっと前になっちゃったんで遅くなったんですいません。はい、で、それのね、お返事として今回ね、書かせていただこう、じゃあお話ね、させてもらおうかなと思います。じゃあ早速なんですけども、さっきね、なんだコメントから読ませていただこうかなと思います。犬用の毛布を、入れたりするのにこうね、毛布を噛みついたりこうひっくり返したり、トイレにわざと引っ張り持って行ったりとか、あとね、毛布の上におしっこをしたりします。ポメラニアンで、6ヶ月になりますっていうことですね。はい、まあ、6ヶ月7ヶ月ぐらいのワンちゃんで、こいつをね、いろいろするということなんですけども、これもね、さっきも冒頭にちらっと言ってるんですけども、もうこれ完全におもちゃにしてます。おもちゃです。はい、もう噛みつくとかひっくりこうなんかしてるでしょうね、ブワーンみたいなね。でこうグイグイ引っ張っていった先が、トイレが、ね、あるとか、でそこのね、この上にトイレしたりとかなんですけどもね、結構ね、こっちはもうね、あったかくするために入れたのになんだよってことなんですけどね。はい、ここで見直すポイントっていうのは、要は元気いっぱいで有り余ってるわけなんです。なので生活を見直さないとこれは無理です。生活です。おそらくこの1日を通して暇なんですよね。はい、暇が抜けてエネルギーがしっかり抜けた後っていうのはしっかりそういうのをちゃんと使ってくれます。はい、で一回こう歯磨きとかで一緒ですね。歯磨きを一回こう歯ブラシをこうおもちゃにしちゃうと、それがずっとおもちゃになるのと一緒で、それがずっとおもちゃになりやすいんですよね。はい、なのでまずは生活のスタイルを見直してください。1日何してますか。はい、もうガン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 遊んでもう疲れたって寝てるのか、それとも飼い主さんがね、動いたらちょろちょろ付きまとって、なんか物音がしたらワーンと吠えたりだとか、なんかガリ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 したりだとかっていう感じでずっと元気にしてると新しいおもちゃが登場なんですよ。はい、なのでそれはあんまうまくいかないということを覚えておいてほしいかなと思うので、まず生活スタイルっていうのを見直す。まずここからやってください。はい、でガンガンエネルギー発揮させてあげるとそんなことしなくなってきますから、はい、そういうのをやってほしいかなと思います。じゃあ、それをやるにあたってエネルギーを吐くっていうのがね、さっきポイントであったと思うんですけども、じゃあどういうふうにエネルギーを抜いてあげたらいいのかっていうのをちょっとね、宿題でお話しさせてもらおうかなと思います。では今日の宿題はこれです。はい、ですね、今日は、こうね、あったかい毛布を入れたらこうね、ボビリビリしたりとかひっくり返したりとかってね、もうエネルギーの塊ですっていうね、ご質問をいただきました。はい、ありがとうございます。まだね、皆さんも何かありましたらこういった形でコメントいただきますと、こう YouTube で通してお話させてもらうので、よかったらね、書いてもらえたらと思います。じゃあね、今日からやることっていうのは、ね、まず要は遊びね、エネルギーを抜かなきゃいけないです。なので僕がお伝えしているのはこの3つの遊びっていうのを徹底してくださいっていう形をお伝えさせてもらってます。3つの遊びです。一人遊び、飼い主さんとの遊び、あとは他のワンちゃんとの遊び、この3つです。はい、この3つをきっちりとやってあげるんですね。はい、一人遊びっていうのはなんかこうね、こうガチ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 一人ガチガチしてるやつ、はい、これは結構ね、飽きやすいです。やっぱりね、こう何か動いたりとかしないとリアクションがないとやっぱりね、飽きやすいんですね。もちろん好きな子もいるんですけども、なのでそういった意味ではやっぱりこうコングだったりだとかチーク道具ね、要は結果がすぐに求めれるようなものっていうのをやってあげてください。これが一人遊び。飼い主さんとの遊び、飼い主さんとの遊びっていうのはお散歩だったりだとか、こうロープで引っ張りっこしたりだとかするやつですね。はい、で3つ目が他のワンちゃんとの遊び。この3つの遊びなんです。はい、他のワンちゃんとのコミュニケーションめちゃめちゃ頭使います。はい、なので僕もね、ここ行こうってお店ねさせてもらってるんですけども、毎日毎日みんないっぱい来てくれます。はい、帰るとね、いい感じに眠るんですよ。はい、で1日2日やっただけでね、やっぱり効果っていうのはやっぱり低いです。毎日毎日来ていただけるとやっぱりもうね、みんな穏やかーになってきます。はい、顔つきが変わりますね。はい、そうなってくるとやっぱりこのね、毛布とかを遊びとして動物で使いにくくなってくるんです。
はい、なのでこの3つの遊びっていうのをぜひね意識していただいて今日からやっていただけたらと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。